新一郎のこここでで物言いです、はい、えこの番組はフリーアナウンサーでえー大相撲取材歴40年以上にもなるえフリーアナウンサーの坂ン真一郎さんがえ場所ごとにえ物を申すという自主制作番組であります。はい はいバンさんよろしくお願いいたします今日は何か出だしが非常に可愛らしい声で出てきましたいつもとちょっと違いますけれどもね事情がありましたはい事情がありましてはい、聞き手がちょっとあの代理で私がさせていただきますはい。ということでまなんと言っても高安がねあの頑張ったなという感じはありますけれどもまあ白鵬が意地を見せてと言うべきなんでしょうねそうですね全勝優勝ですからね で相撲もあの終盤になってきてだいぶしっかりと落ち着いてきたなという感じはありましたよね。ええ一時もうピークを過ぎたから全勝優勝っていうのはどっちにしてもなかなか大変だろうなとは思っていたんですけれど<ー>だけれどまあ途中で鶴竜やらね気合いあらら、まあ、休むというような、はいまあ、アクシデントもあったということもありますけれど、はい、そういう点では体調万全であのー。 場所に望むっていうのはお相撲さんにとっていかに大変かということですよね。そうですよね。えー、まあ白鵬もあのー、まあ手術をしたりというようなこともあって、はい、そういったのをまあ乗り越えてっていうとあれですけれど、はい、こういうふうな形で全勝になって現れたということなので、はい、まあそういう点ではやっぱりお相撲というのは非常に激しい。 まあ、あえて言えばスポーツなので、えーえー、だからそういう点ではまずコンディションを整えるということがいかに大事かということがね稀勢、まあの里の例を見てもね分、はいね、かりますけれど改めてわかりますよね、うんえー、であとはまああの高安が、えー、大関取りになるかどうかということだったんですけれども高安がやっぱりこれだけしっかりと、あのー、特に今までの相撲と少しこう。 変えてねあのここ数場所ね、はいまあ、勝ち上げをかなりしっかりあ<ー>あの右からの勝ち上げですけれどもね決まって、えー、そして、まあ、そこからあの自分が前へ出ていくと、はいえー、いうことで特にまた回しを取っても強いなという感じになってきましたので、はいえー、ですのでこれから先非常に楽しみなところではありますよね、うん、それはもう皆さんもう高安に随分とスポットライトがね当たったので,、はい、で結構女性ファンが まあ、多いいみたいですねなんかあのケムクジュラがクマみたいだという感じでなんあれがか可いいっていう <laughs> 可愛いというあの、えー、今場所も15日間国技館へね、はい、私あの行っていたわけですけれども、はい、もう出待ち入り待ちすごいですからね<ー>で,ですからあの力士が出てくるところからいわゆる関取力士じゃないね下の方の あのお相撲さんが出てきてそれこそ三段目クラスのお相撲さんが出てきても、はい、みんなワッとで写真撮らせてください<ー>一緒にとかっていうね、うん、そういう感じになってましたけどもねで外人さんも本当に多いです,、ね、すごいですよね。ですからあの場所前にまずびっくりしたのは今場所から外国の方いっぱいいますもんね。 あの相撲雑誌ですねいわゆるね、はいはい、これが場所ごとに出る相撲雑誌っていうことは要するに12回出るってことですけれども、はい、これが3冊になったんで、はい、まあ今まで相撲がずっとこれはまあ一種のあの広報機関紙みたいな形でね、えーえー、あのベースボールマガジンから出ていてまあこれはこれもちろんちょっと昔に比べると薄くはなったんですけれども、はい、あの内容充実で、えー、相撲があります。はい、ででその他にですね、はい 大大相相撲撲ジャーナルと中継いう「NHK 大相撲中継」というこのそれぞれあれどっちがどっちなんだっていう風に混同するようなあれですけどこれが出ててねもちろん出たんであのしっかり変えましたけれどもあのやっぱり。 それぞれに差別化を図るっていうのはなかなかこれは大変なことだろうなとはう、ね、これからねあとのことをちょっと、うん、あの考えるとしっかりとこれサポートして続けていってもらいたいなとは思いますけれどもね。 大相撲っていうのがあったたじゃないいですか、えー、読売新聞が出していたね、はい、あれがなくなった時は本当にちょっとこうショックな感じがね、はい、あの私もしましたからねでも相撲だけになってしまった時は、はい、この相撲も,も一冊だけになった時もあります、ね、でこれは大丈夫なのかな続くのかなと思っていたんですけれども、はい、まあなんとか細々とっていうと怒られちゃいますけど、えー、確かにあの雑誌相撲の,あの関係者の方とね、はい、あの私ンにしてますからいろいろ話をするんですけれども。えー えー、大丈夫かなという感じだったんですけどこういきましてねまた別の意味での大丈夫かなっていう <laughs> あの次々にこうライバル心が現れたんでね確かに。えー、まあ質問という一つの、うん、こう競技において3つもこう 競合するる雑誌があるというのはううこれ以外にもです,、ね、ですからあの相撲ファンとかね、はい、あれはあ必ずしも場所ごとではないですけれど,けど今5冊目が出ましたでしょ、ええええ、でその他にもあのピアから出している相撲の雑誌もありますし、はい、ですからあの今本当に、えー、もうチケットなんかあっという間にね売り切れている、ね、状態ですからね。はい、さてあの もう皆さんご存知のように高安はお母さんがフィリピンの方ということで喜んでいましたけれどもフィリピンでも相撲が流れて衛生中継でということのようですけれど御嶽海も同じようにフィリピンとのハーフとお母さんがいうことで大変なお母さん美人でいらっしゃるのでこれまた御嶽海が今場所四勲賞を。 えー、小結でで取りましたたよよねね、えええー、春富士と流に勝ったんですよ、ね、やっぱり2横綱を任したというところで,で、ねあのー、8勝7敗でしたけれども殊勲、はいあのー、賞を取ってこれからまたこの御嶽海にもねあのスポットライトが,トが、ねうん、当たるような気がしますからこれから何か、えー、モンゴルからフィリピンへ少し変わるかなっていうぐらいのね、ええ、感じではあるんですが。 そういえばあのちょうどこの相撲の千秋楽のあとしばらくしてえ私も壮行会、その他記者会見などにも行きましたけれども卓球の世界選手権、も今大変な盛り上がりになっちゃってますけどね、世界選手権であのミックスダブルスで石川佳純ちゃんとあの組んでえ優勝した金メダルを取った吉村真春選手というのがあのいますよね、背の高い。ついあの去年結婚して いるんですすけれどそのの吉村選手もやはりお母さんんフィリピンの方なんででよねは<ー>、えー、でマハルっていう名前もこれはあのタガロング語でタガロング語っていうのはフィリピンの言葉ですけれどもはい、はいね、タガロング語であの愛していると愛するっていう意味なんだそうです<ー>そういう名前を付けたとそれをまあ漢字に当てはめて「はい、真の晴れる」というふうにねマハルというふうにしたんですけれど、うんえー、ということですので、えー、フィリピンとのあーハーフの方が今 本当大活躍スポーツ界で出てきてるっていうところでねスポットライトが当たってますけど別の意味でスポットライトというと私やっぱりもうライフワークでもないですけどやってからっていうまあ仕方がないっていうところ番組のスターは服部桜という名物コーナーがいやでもだから行きましたよもう眠い目こすってね行ったのが6日目でちょうどあの。 服部桜からすると3番相撲だったんですけれども、はい、でとにかく本割の最初の相撲です。はい、もう前相撲が何番かあったかな6日目まで確か前相撲あったと思いますけど、はい、それで、あのー「さあここから」っていうんで呼び出しがちゃんと呼び,呼び上げて、はい、で行事がっていうんで「服部桜」という3番相撲を見たんですけれど、はい、これが、あのー、えっと。 すぐ服部ラのちょっと下の,あのお相撲さんで、えー、琴浦崎という、ね、佐,渡佐,渡佐渡ヶ崎の、はい、あのお相撲さんなんですけれども対戦をしてこれまたあの情けない相撲で服部ラ負けましてね結局今場所も全敗でしたからこれで6場所連続そうですねあの0勝7敗というのが続いてるということになります。 ということは7六4十二でしょ 2> 2でその前あのー、の場所、あのー、沢の富士に勝ったのが平成、はい、28年去年の五月場所だったんですけれど、はい、その3番相撲だったんですが。ということは丸1年勝ってねでその4番相撲から黒星が続いて、えー、いますので、はい、えこれで46連敗ということになったわけですよね。<laughs> これはもう本当記録でその前の記録が勇竜、はい、という今でも大嶽部屋でお相撲を取ってますけれども、はいえー、今場所は2勝5敗でした序二段でね、はいえー、西の、えー、95枚目で2勝5敗と、はいうことでなかなか勝ち越せないんですよ。はい、でこの、あのーえー、お相撲さんが、はいえー、当時はあのー、森川という、まあ、本名で、えー、相撲を取っていたんですけれど この時にやはり32連敗でしたかね連敗記録を作っていたんですけれど、はい、この32連敗をですからついに越してしまったわけですよね。森川の32連敗を更新したと越して今も46連敗になると、はい、<laughs> いうことになったんですけれどこのまた、森川ですね、はいえー、今の勇竜なんですけれど。はい えー、37場所連続負け越しでそれが2009年の7月場所なんですけれども、はい、その時には「デイリースポーツ」で一面をバーンと飾ってしまった。<あー> <laughs> というのはあのー、弟弟子に右肩上がりだとかいろんなお相撲さんがあの部屋もまたいろいろな名前を付けるんですけれども、はい、で、えー、デビュー以来連敗続けて話題になった。 お馬さんといえばあの「春うらら」っていう高知、はいね、で走ってましたけどもね、はい、あれが100最後7連敗だったから、えー、してたわけですよ。でまあそれにちなんでって言うと変ですけど「<え>お前もずっと前越してるからじゃあ」っていうんで「春、はいえー、うらら」ならぬ「森川」なので「森うらら」っていう四ナーにしたんですよ。<ー> で森友らのしこ名にしましたけれどもやっぱり勝てずにね、はい、<laughs> それは逆にあの,の名前 <laughs> 本当にね、えー、まああのその後勝ち越しを、あのー、記録するようになって、えー、一番最近の勝ち越しは、えー、おととしの3月場所で、うん、その後はやはりなかなか勝てずにですね13場所今場所負け越したので13場所連続の今負け越し 中なんですけれどもねね、えー、流はね、はいえー、連敗っていうことになると例えばその今土佐競馬の話ちょっとしましたけれども、ええ、あの騎、ー、手でねなんと810連敗っていう折笠っていう騎手が<ー>地方競馬なんですけど、はい、いるんですよね。 まあたさんなんかね、た豊ゆた騎手なんかは一日で発症 <laughs> するような騎手もいれば <laughs> 白鵬みたいな騎手もいればですね。はい。ええー、こういうハットリザクラみたいな、はい、あの騎手もいるってことですよね。で、まああの馬の方では実は192連敗っていう馬がいることはいるんです。はいはい。まあね、それいろ話してと今度は馬の話ばっかりになっちゃうんで。そうですね。ええー、あの実は あのボクシングの方でも大変な連敗っていうのがあって<ー>88連敗っていうのがあるんですよ。あそれもすごいですね、えーえー。ピーターなんとかっていうんですよちょっと今調べてきて、はいえー、プリントアウトしたのが今ちょっと手元ごちゃごちゃになってきたこの人だこの人。えー、ピーターパックリーとイングランドの選手なんですけれどもね88連敗を記録して。 あの300戦して32勝256敗12引き分けというねうん <laughs> 最後は現役生活10年でまあしかし最後勝ってやめたと,お<ー>ということでねまあなんとか飾った <laughs> 確か最後勝ったと、えー、思いましたよ <laughs> <laughs> どっちにしても大変な、はい、あのことでありますけれどもね,ねというまあ連敗 ということで言えばですね、はいえー、東大の連敗記録がおととしあの94でストップということがありました、<ー>思い出せますか六大学野球でね、ありましたねは、はいえーまあ、プロ野球の,あの連敗記録ということになるとあの18連敗っていう,うのが今のチームではねロッテが記録をして今度はキートさんのとき、ねはい、で私、等し勝ったんでちょうど連敗中に話しかけたら。 おまさまさ,まさなんか勝つ方法教えてよっていうふうに私言われたことあるんですけど <laughs> なんんでで答えたんです,かすい、えー、その時は答えようがなかったんですけど <laughs> すみんな新聞記者とにかく近づかないんですよもう監督にさすがにもういろ <laughs> んなこと聞けないのでねそういえばあの、えー、クリーブランドスパイダースというあのチームがメジャーの方では24連敗っていうのを記録を、はい、おしてるんですけれどもねまあそんないろいろな記録、えー、が あ,あるよという話を、えー、ちょっとこう面白くなってきてね連敗のそうそうそういえばピッチャーでも権藤トシさんという左ピッチャーがいたんですよ。はい、でこの人はね、えー、まあ太陽ホエールズで28連敗をやったわけです。<年>えー、とにかく、あのー、新人の時はルーキーの時には、えー、15勝12敗で確か新人王を取っ たんじゃなかったです。あ、そうですね。新人を取ったピッチャーでしたよ。はい、え、最優秀防御率もというね、取っ,取ったような人だったんですけど、二十八連覇やったわけです。で、このゴンドウさんで一番印象に残ってるのは左ピッチャーなんですけど、六十、ええ、キロしかないんです体重が。ああ<ー>、非常にとここでまた相撲へいはい戻りますけれど、はい、服部桜七十キロですから、百八十センチで七十キロ。はい。 えーまあ、6 8キロって書いてあるところもあるんですけど <laughs> まあどっちにしてもね服部桜全然太らないんですよね,増え,すね増えないんですよねやっぱり増えないとちょっと辛いんじゃないかなっていう気はね。まあ、背丈としては、うん、まあある方ですけれども、うんまあ、まあでもそ相撲界の中ではまあ普通というか小さい方かな。 とまあ身長の方はねまあ180ならまあまあかなとそうそうこれだって普通の日本人の平均体重やなんかよりも低いですよ絶対に身長体重の比率で言ったらですからねそういう点で言うとやっぱりちょっとね、えー、もうちょっと体しっかりしないとな来場所さらに厳しいことになっちゃうなっていう気はあのー、しないでもないんですが。 それからあの今場所はですね、えー、まあこれもサイドネタみたいな感じになるんですけど、はい、勢いと輝きが対戦を、はい、一文字四股名の対戦。そであそうかそうかあいや、うん、この話をしましょう。はい、でこれまあ2回目の対戦だったんですけれども二、はい、度とも勢いが、えー、今場所は十日目に対戦をしてはたき込みで輝きを破りましたけれども、はいはい、なかなかね一文字の。 あのシコナってそんなにないんですよ。最近それでもポチポチ現れてきてるんですけど、まあ一番有名なのはのはいアケボノアケボノアケボノはい、でアはただねあの入門以来一番も相手があ一文字シコナというのはないんですよ。<ー>対戦した相手は必ず二文字以上二文字以上うんいうことなんです。今もあのーえー、何人いると思いますか一文字 今幕内で二人。幕内二人です。ですね、で重量は五月場所に関する限りはいませんでした。<ー>はい。そうですね。幕下は五人いました。そのうちの一番上があの柴田山部屋の先駆けで。先駆けはあの重量上がったことありますから。あ<ー>まあ、はい、あの一文字。しゅなってことで、ちょっと話題になりましたけどね。はい、あと、柴だとか彩り。いただき。これどう読んでいいのかわからないっていうぐらい。あの。 ままあやめましょう、ねこれね、とにかく <laughs> 1日、えー、5人それから3段目が3人で8人でまあ幕内の2人入れて10人序二段が3人序の口が1人で合わせて14人一文字14人、うん、14力士ですね<ー>ですから「桜だとか「表」だとか「さざ波」だとかねいろんなあのしこながあるんですよ。<ー>で序の口に錣山部屋の「天」「天」「天」 天天天天天天皇皇様のののですね天皇陛下これだけのがあるんですよお<ー>あれはどう読むんだろうなと思ってみましたら<う>天音と読むんだそうです<あ>、ね、これが全部ね十四力士今ちょっと全部書き抜いたんですけれどもだからまあちょっと相撲界もいろんなあのこれも一つの流れなのかもしれませんけれど一文字っていうしこな、えー、それほど今はまあ 珍しくなくなりつつはありますけれどもえ今場所はそういう一文字あの同士のね対戦があったのでおおと思いながらあの見てましたまあ,あの幕下の,あの今彩りが上の方まで上がってきたんですけどね今場所も12枚目まで上がってきましたけれども錣、はい、山部屋でですね色彩の際ですねところがまあ今場所ちょっと巻き越してしまったのでちょっと残念ながらあの十両の方へ上がることはもう 来場所というかねこれできないんですけれどもね、はい、さて、あとお相撲さんではあのー、裏がね、頑張りましたよね、そうですねで裏体が大きくなったなという感じなんですけれども体重増えたみたみいですね、ええ、1 3 7キロと、はいえー、いうことでこれ、1 3 7キロなのかと思って、あのー、見てましたら。 今,あのー、今場所に関する限りお相撲さんのですね、はいえー、平均体重重量が1 5 7キロ7、えー、で幕内が1 6 2キロでした。えー、これやっぱりだんだんあの体が大きくなってきてるなという感じはしますよね。で昔ね考えてみると、あのー、今裏があの体で動き回っててすごいなということになるんですけれど。えー あの双葉山なんかが、ええー、百三十五キロ。裏と同じですよ。あ、そうだったんですね。えー、北の海があの巨漢とっても百五十キロですから。はい。考えてみると。 稀勢の,の里は今場所184まで大きくなって鶴竜、はい、なども157ですから、はい、あの北の海よりも実は重,<お>重いんです,です、ね、大きいんですよ、まあ、白鵬は160ですから、はい、もちろんこれも、まあ、身長があるせいもありますけどね。 でまあ、春巻きは137で裏と一緒ということでまああのー、昔栃錦ってお相撲さんがいりました、はい、もう100キロそこそこであの横綱になって最後あのー、辞める時にはかなりねあのでっぷりした感じになったなというとこですがそれでも132キロ、えー、ということだったので,分たいで、ね、だいぶ変わりましたよね、うん、まあ、あのー、裏の137目立ちますけれどただ あの里山百二十三だし、石浦百十八だし。はい、そうですね。照強。ああ、照強。うん、何キロだかわかりますか。一応百は。百はさすがにね、今もう百キロ以下っていうのはね。あの、まず関取では考えられないですよ。昔はたくさんいたんですよ。昔はね、それこそ。古いこと言うと、鳴門海とかね。あ、まあ、あんまり何言っても、分かってないかもしれませんけど。はい。 百二十あるかなという。百十五キロ。なるほど。というね、えー、ことなんで、まあ、こういったあたり、ただ、あのー、最近。いわゆる、その、軽量、今、体重全体から見ればですよ、軽量級の。お相撲さんが活躍をして、だいぶ上に出てきましたよね。そうですね一時、本当に姿消しましたもんね。消しましたね。まあ、軽いお相撲さんがいなくなって、前のみが。 やめた後なんかもう誰、はい、っていう感じだったんですけどす、ね思、思い浮かばないぐらいになってましたよね。よねはい、それが声きてね、はい、次々と出てきて、まあ、しかも活躍をして、はい、うん、そうですね、いうところを見るとね、非常にそういう点ではあの楽しみだなという気がします。もう今裏の取り組みの時なんかもすごい声、はい、拍手もすごいですからね。えー、あとはあのー、まあ、えー、検証が非常に あのー、たくさんね、はい、つくようになりましたけどそういう点でも木瀬の里が、あのー、休んでしまったのでねかつては白鵬がこうちょっと問題いろいろ言われましたけど懸賞金の取り方はね,ね、はい、いろいろ言われましたがあれをこう上回るような60本を超えるね懸賞、あのー、を検証みんな木瀬の里にかかってましたからな稀勢の里に、まあ、話題集中というか。 いろんな声援が集中してましたけれど、はい、来場所、名古屋場所どうなるかは、まあ、ちょっと今ここからでは何も言えませんけれどもね、えー、まあ本人の気持ちからすれば当然出る,出てるっるということだろうと思いますが、はい、まあただあの、横をはじめとして、はい、いろんなところの意見の中にはいや、名古屋場所しっかり休んでね、まあ、今、というそういう意見もありますよね。高安が あの今注目されているんだから、はい、だからその、まあ、今休んだとしてもねそういろいろなことは言われないで済むんだろうとだから、うん、あの休んでしっかり体を作ってから出てきた方がいいとそれはやっぱり貴乃花なんかを見てるとね、はい、結局あれ無理して取って,取って年、ね、その後そう7場所連続でね。 結局休んで,、はい、でその後もすぐに引退みたいな形になってしまったので、はいえー、ですからそれを考えるとやっぱり所定は、ねうん、無理はしないければ方がいいんじゃないのという意見結構ありますよね私まだ意見こう決めかねてますけどね<ー>どっちがいいのかなとは <laughs>、うん、あー思ってはいますけれどもね、うん、まあ、あのー、どちらにしても あの名古屋場所非常に暑い中であの行われますし九州場所と並んであのお客さんがちょっとあの少ないというかねあの場所ではあるんですけどところが、ここのところは去年もそうでしたけれど去年15日間全部満員でだったで ですよね確か,暑かったかなちょっと今、去年の名古屋場所、うんえー、もし違うといけないんであれですけどいずれにしても,もう今年はまず間違いなく、はいあのー、満員御礼になるで,そうですね日間ですので非常にその盛り上がる名古屋場所を見たいなとそう思いますね、はい、以上ですね。はいはい、以上ですねはい、はい